皆さん、こんにちは、こんばんは。今日は混ぜるだけでとっても簡単なヘルシーなキャロットケーキをご紹介いたします。オートミール入りで卵や乳製品を使っていません。アレルギーがある方やダイエット中の方にもおすすめ。実はお豆腐が入っています。オートミール入りなので朝食にもおすすめです。小麦粉で作っているのでグルテンを気にしている方も気にせず食べることができます。材料はこちら。はじめにオートミールにお湯を加えてふやかしておきます。オートミールはクイックタイプがおすすめです。絹ごし豆腐は600ワット1分ほどレンジにかけて水切りをします。少し置いて水分が出てきたら水を捨てておきます。粉と砂糖とスパイスなどを合わせておきます。小麦粉の代わりに小麦粉でも作ることができます。小麦粉の場合は 100g で作ってください。粉類はふるわなくても大丈夫です。軽く混ぜておいてください。人参はすりおろしておきます。お好みでナッツやドライフルーツを加えるとより美味しくなります。今回は干し柿とくるみを加えました。人参とナッツとドライフルーツで美容と健康にとっても良いケーキになります。これで下準備が完了です。あとは混ぜていくだけです。オーブンを190度から200度に予熱しておきます。水切りした豆腐を滑らかになるように混ぜます。お豆腐でスイーツができるのはとっても嬉しいですね。オイルを加えてさらに混ぜます。ミキサーなどがあればミキサーに入れていけばとっても簡単です。ここにふやかしておいたオートミールを加えます。オートミールは食物繊維が豊富、便秘対策にも効果があります。美容やダイエットに、腹持ちも良いので朝ごはんにもぴったりです。オートミールがあるけれどもなかなか使いこなせなかったという時もケーキに入れてしまえば食べやすくなると思います。人参を加えます。キャロットケーキは素朴で美味しいので私は大好きです。合わせておいた粉類を2回ぐらいに分けて加えます。小麦粉の種類により生地が固くなってしまう場合もありますが、その際は少し豆乳などを加えて調節してください。材料を混ぜていくだけ。本当に簡単です。油を薄く塗った型に生地を流していきます。
ちょっと固めな生地です。平らにならします。空気を抜くようにトンと最後してください。190度ぐらいのオーブンで45分から50分ぐらい焼きます。竹串を刺してねっとりとした生地がつかなければ焼き上がりです。素朴でとっても美味しい。このままでも美味しいのですが、アイシングをかけてみました。これは粉糖と柑橘の果汁を混ぜて作るアイシングです。クリームチーズと粉糖を混ぜて作るフロスティングもおすすめです。もちろん何もかけてなくてもとっても美味しいです。お豆腐の効果なのか、しっとりと柔らかいケーキに仕上がりました。豆腐が入ってるとはわからないです。ナッツやドライフルーツも入っていて、とっても美味しいです。簡単なので、ぜひぜひ作ってみてくださいね。こちら、炊飯器でも作ってみました。オーブンのものより、もちもち感が少しあるように感じます。ご自宅用でしたら、炊飯器で作るのもおすすめです。ご視聴ありがとうございました。